I don't like snakes. Me too. これ間違いだとわからなかったらこの動画見てください。Hello, welcome to Gala Language Online 講師の右半身です。このチャンネルは現役英会話講師ユニット右半身、左半身がお届けする英会話のレッスンです。天才でもない普通の日本人である私たちが英語圏への留学1年未満でTOEIC 900点以上を達成した経験をもとに楽しくてバリエーション豊か飽きないレッスンをお届けしています。まずはチャンネル登録をお願いいたします。 I don't like snakes. Me too. 私蛇嫌いやねん。あ、私も嫌いっていうやつやね。これ間違いです。私も、もう全部 Me too で済ませてませんか。初級の頃はいいけどね、中級超えたらこれは直さないかんのですよね。さあ、ということで今日は私もの言い方3種類のレッスンをしましょうか。英語でね、私もっていう言う方法はまあいっぱいあるんですけれども、短くてね、会話でよく使う3表現、これをピックアップしてます。今日ね、特にトレーニングするのは否定文に対してなんですよね。で、否定文に対して私もって言うとき、肯定文に対して私もっていう時については別の動画があるので、概要欄にあるリンクをね、ここから見てる動画を見てみてください。さあ、ということで1つ目、さっきの文章ですね。 I don't like snakes. Me too. で、これね、間違いなんだよね。じゃあ実際はどう言うんですかって言ったら、 Me neither って言うんですよね。これ知ってたよっていう人は結構勉強してる人だよね。私はね、ネイティブと話すようになってから、あれ Me too って言ってないとかいうふうなことを気づくようになったんだけれども、これがね、 Me too の反対語やと思ってもらったらいいです。これね、一つめちゃくちゃ気をつけないといけないことがあるんだけども、 Me either っていう人がいるね。で、これね、本当ネイティブでもこれ言っちゃってる人がいます。で、これ気をつけてね、文法的には間違いです。これね、neither という言葉なんですけれども、 N が入ってるでしょう。これは私も違いますよっていう意味で、違う not を意味する N がどっかに入ってないといかんねん。 N をどっか一つに入れておく、これ覚えておいてください。いろいろとね、応用の効く考え方ですね。さあ、というわけで2つ目いきましょう。先ほどの I don't like snakes、 蛇嫌いやねん。で、これに対する2つ目の言い方、 I don't either、 この言い方、これが2つ目のパターンです。これも結構言ってますよね、ネイティブの人たちね。これはね、 I don't like snakes either を省略していたものだっていう風に思ってもらったらいいですね。で、省略して I don't either って言います。これは私も違いますっていう意味になります。で、さっき言ったね、 N の話覚えてますか。どっかで not の N を入れるっていうね、これもどっかに N 一つっていうこの考え方を採用できるんだよね。ここは don't のところの N の部分ね。で、ここで一回 N すなわち not を使ってるので、 either は neither じゃなくて either になるんですよね。これ便利でしょ、 N 一つっていう考え方ね。で、これを I don't neither にしたら、これはね、 N が二つになってしまうもんだから、二重否定みたいなことになって、もう文章として辻褄が合わなくなるというわけで、 I don't like snakes に対して私もと言いたい場合は I don't either、 もしくは I don't like snakes either、こういうふうに言います。結構ね、ネイティブはこのパターンを使うとき、割とね、文章をフルサイズで言い直す、この I don't like snakes either っていうパターンもね、結構よく使ってますよ。はい、では最後に行きましょうか。 I don't like snakes、 蛇嫌いやねんに対する私もの3つ目の言い方、これは Neither do I です。これが3つ目のパターンになります。I don't either を知ってたらね、もうなんとなく馴染みがないわけでもないでしょ、この形はね。で、これはね、 I don't either、 これの語順を組み替えただけっていう感覚を持ってもらったら簡単になるんじゃないですかね。日本語にしたら、
ちゃいますねん、私も。こんな感覚かな。でも、either don't I とは言わないんですよね。N を頭に持ってきて、neither do I って言うんですよね。うん、ね、ややこしいけどね。これで慣れていっていきましょう。これってね、高校英語でやった項目なんですけれども、あの時テストめっちゃ複雑じゃなかった？なんかあの neither does he とかさ、neither are they とかさ、なんかそういうトリッキーな問題がテストにね出てきたんとちゃいます？すっごく慣れた人はこの応用編ももちろんやってもいいんだけど、ひとまずさ、英会話してたら私もしか会話で使わへんくない？その自分のことね、私もとかっていうところからしか なんか言わないじゃないですか。彼もとか、なんかそんななんかあんまり言う機会っていうか、ちょっとレベル高すぎて言えへんみたいな感じに最初なるんで、だったらとりあえず今日のところは Me neither, I don't either, neither do I、 この3つだけ覚えてさらさら言えるようにねなってしまったらいいと思います。でこれに加えて肯定文の3パターンも覚えてもらったら、次の応用編っていうのができるようになるのでね、またあの動画のリンクのところから飛んで肯定文編も見てみてください。で応用編は別途ね動画で発信する予定なので、楽しみにしていてください。さあ理解できたかな。ではね、もう少しトレーニングをしていきましょう。文章をミックスしていきますよ。なので私もの続きを言ってってください。いきます。1つ目、 I don't like winter. It's too cold. これに対する私もの回答ですね。いきます。I understand. I don't either になるよね。いいね、いいね。OK。さあ、これは I から始まったら don't either ね、言っちゃって OK。または I don't like winter either って言った人もこれも正解ですね。はい。じゃあ2問目いきましょう。I'm not a superman。私はスーパーマンなんかじゃないんだよ。結構こういうなんか言い方ネイティブよくするんだよね。これに対する私もスーパーマンちゃいますねんっていう言い方はこれいきましょう。 Me neither ですね。 OK。 Me って聞いたらもう neither がさらっと口から出てくるようになったらもうこれで完璧です。僕スーパーマンちゃうねんからそんな無理なんだ言わんといてっていうところで、自分も私も違いますからみたいなね、こういう会話ですよね。はい、じゃあ3個目いきましょうか。いきます。 I don't want to go to the bathroom alone. This hotel looks scary. ちょっと一人でトイレ行きたくないねんけど、このホテルなんか怖いっていうホテルあったりするよね。その時に私も行きたくないっていうことを言う時は Neither do I。 はい、それで OK です。 Let's go together. トイレ一緒に行こうか。私も一人で行きたくないねん、一緒に行こうっていう時に使う感じですね。はい、 OK。 じゃあでは4番目いきましょう。このセリフ、 I don't love you anymore。 僕君のことをもう愛してないんだよ。この続きいきましょう。私もって言っていきますよ。 Really? Actually I don't either. Let's break up then になります。君のことはもう愛していないんだよ。本当？実は私もやねん。ほな別れようかっていう時に使います。こんなこと言う日が来なければいいんですけれどもね、時には必要かもしれません。さあ、じゃあ次行きましょう。これで最後の問題になります。いきます。 Oh no, I don't have money. Could you lend me some? やだ、お金ない。お金ちょっと貸してくれる？これに対する私もの言い方です。おっと、私もお金がなかったんかいって話ですね。じゃあ行きましょう。 Oh, me neither です。 I was going to ask you the same question。 私もお金ないねん、同じ質問しようと思ってた。さあ、彼らはこの次どうするんでしょうね。さあ、という感じの時に使えるもんです。はい、今日のレッスン以上になります。お疲れ様でした。私もの言い方ですよね、たった3つ覚えてもらっただけで会話力がめちゃくちゃ良くなっていきます。で、この肯定文編と否定文編、これね、とりあえずこの3パターンだけ覚えてください。
で、これができたらミックス編っていうのもね、応用編できていくようになります。さあ皆さんお疲れ様でした。番組を最後までご視聴くださいましてありがとうございました。ちょっとでもいいなって思ってもらったら、いいねボタンとあとチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。 Thank you very much for watching the lesson. I'll see you in my next video. Bye for now.